私はユミ、夫の誠とは結婚3年目。夫婦仲はあまり良くない。見えっ張りでマザコンな誠が原因だ。母さんが風呂場をリフォームしたいって言ってて、うちで支払うことになったから。え？支払うって一体いくら？90万くらいだって。90って、そんな大金ポンド出せないわよ。なんで？貯金があるだろ。そりゃ多少はあるけど、いつか子供ができた時に貯めようって決めたお金じゃない。それはまた貯めればいいだろ。ユミは昇進して収入も上がったんだし、前より貯金できるだろ。なんで私の収入を当てにしてんのよ。誠の実家のリフォームならお兄さんにも負担してもらったら？誠が全額支払うの納得いかない。あのさ、母さんと兄さんが今喧嘩中なの知ってるだろ。兄さんに頼んだって金を出すわけないじゃん。俺は母さんがかわいそうなんだよ。あれだけ兄さんにいろいろしてあげたのに、結局捨てられて実家で一人寂しく暮らしてるんだぞ。今は俺しか頼る人がいなくて落ち込んでいる母さんを元気づけてあげたいんだよ。元気づけるのはリフォームじゃなくてもできると思うけど、美味しい料理を食べに連れて行くとか、旅行に誘うっていうならわからなくもない。でも自分が住んでもいない家のリフォーム代を払うのは納得いかないわ。そのことなんだけど、母さんは実家を俺たちに譲るつもりだって言ってたよ。悪いけど、誠の実家は交通の便も悪いし、家自体も古いし、住むのは厳しいわ。でもバスルームをリフォームするし快適になるよ。あんな古い家ちょっとリフォームした程度で住みたくなるわけないでしょ。だいたい譲るって言ってもお母さんまだ50代だよね。何十年先の話をしてるのよ。なんだよその冷たい言い方。とにかく私は反対だから、親孝行するのはいいけど、もう少し身の丈に合ったものにして。くっ、偉そうにするな。は？お前自分の方が俺より偉いと思ってるんだろう。だからそうやって頭ごなしに否定するんだ。何言ってんの。母さん家のリフォームは絶対にするから、これはもう決まったことなんだよ。いいな。何なのよ一体。頭ごなしってそれこそ誠のことじゃない。私の反対があっても強行しようとするくせに、前はあんなじゃなかった。はぁ、誠が変わってしまった原因は二つある。一つは、義兄をずっと溺愛していた義母が義兄と大喧嘩をし、それまであまり相手にしていなかった次男の誠に近寄ってきたのだ。誠はマザコンじゃないと思ってたけど、立派なマザコンだったのね。たちが悪いのはお母さんがそれを分かってるってことよ。義母は可愛がっていた長男に裏切られたかわいそうな私という態度で、ことあるごとに誠に慰めてもらおうとし、ついでに欲しいものをねだってくる。お兄ちゃんに腰が痛いからロボット掃除機を誕生日に買ってくれないかお願いしたけど、今ある掃除機が壊れてないだろって冷たく言われたの。確かにまだ使えるけど重たいしコードが邪魔だし。いいよ、俺が買ってあげるよ。まこと、いいの？嬉しいわ。あいつまた勝手に約束して。じゃあうちで使ってる掃除機ユミさんにあげるわね。ちょっと型は古いけどまだちゃんと動くから大丈夫よ。いえ、それは。ありがたくもらうよユミ、よかったな。そう言ってもらってきた掃除機は結局邪魔になって物置にしまわれたままだ。捨てたいけど勝手に捨てたら怒るんだよね、誠のやつ。それ以外にも義母は欲しいものがあると誠にねだってくる。そのどれもが高額で、最新型の家電や高級食材、旅行費用なんてのもあった。本当に誠は親孝行な子ね。あなたを産んでよかったわ。そう？お兄ちゃんよりも誠を大事にすればよかった。長男だからってお兄ちゃん優先にしてきたけど、お兄ちゃんがあんなに薄情な子だとは思わなかった。始まった。義母はこうやって同情を引いたり、時には義兄との対立を煽って誠を操ろうとする。その度に私が悪者になって誠を止める。これがいつもの流れだった。もう一つの誠が変わってしまった理由は、私が昇進して収入が誠を超えたことだ。昇給したことはあえて言ってなかったのに、バッグの中にあった明細書を見られちゃったんだよね。誠はちょっと男尊女卑な考えをする人だから、私の収入をもともと少なめに伝えてたんだけど、それが失敗だったな。俺をバカにしてたんだろう。だから本当の収入を言わなかったんだ。そういうわけじゃ。じゃあなんだよ。ごめん。なんで謝るんだ。それじゃ俺が嫉妬してるみたいだろ。ふざけるな。昇進したから収入上がったのはわかる。でもこんなに上がるのは変だろ。本当は俺に言ってた金額よりずっと多くもらってたんじゃないのか。ごめんなさい、悪気はなかったの。悪気がないとかそういう問題じゃない。夫婦の信用問題だ。ごめん、ごめんなさい。あの後何度も謝って機嫌を直してもらったが、あれ以来誠は断るごとに嫌味を言ってくるようになった。そして、ユミの収入が上がったんだし、少しくらい母さんに贅沢させたっていいだろ。義母への親孝行の金額をさらに増やすようになったのだ。そんなに毎回高額なものをプレゼントしてたら、私たちの生活が苦しくなるよ。俺より給料上なのにそんなケチくさいこと言うなよ。
ケチくさいって。将来のことを考えて貯金してるのに、親孝行できるのは今しかないんだよ。じゃあうちの親は？ユミは両親揃ってるだろ。うちは母さんだけだし。そんなの関係なくない？お金に関しての喧嘩が増えていた。にしても90万ってそんな簡単に出せないよ。それにバスルームが終わったら次はキッチン、その次は玄関とか言い出しそう。悩んだ私はお母さんを注意してほしくて義兄に電話をすることにした。もしもし、ご無沙汰しております。誠の妻のユミです。ユミさん。ああ、久しぶり。どうしたの？すみません、実はお兄さんにご相談がありまして。今お忙しいですか？いや大丈夫だけど。何があった？それが、私は義兄に全て打ち明けた。迷惑だと分かっていたが、義兄にしかお願いできないことだった。そっか、母さんが。お母さんと距離を置いているのを知っていますが、なんとか助けてもらえませんか？ああ、このままだとお母さんの要求がエスカレートしていきそうで不安なんです。誠さんも喜んでお母さんを援助していますし。ユミさん、こうして電話までしてくれたのに申し訳ないけど無理だよ。そんな、俺はやっと母親を突き放すことができたんだ。長い間ずっとそれができなくて、あの人の都合のいいように生きてきたからね。正直あの人に連絡するのは怖いよ。あ、すみません、私自分のことばかりでお兄さんの気持ちを考えてませんでした。それはいいよ、ユミさんの気持ちもわかるし。わかった上で言うけど、ユミさん一人が我慢している今の状態はよほど頑張らなきゃ変わらないと思う。誠はもともと俺を敵視してて、ずっと母さんの愛情に飢えていた。それがやっと手に入った今の状態を簡単に手放さないよ。それに君が今の状態に不満であればあるほど誠は嬉しいんじゃないかな。それはどういう意味ですか？妻が自分より稼ぐのは気に入らないけど、大好きな母親のためのお金と思えば許せるってことだよ。妻が自分の母親のために残業してると考えて、君を支配しているのと罰を与えているのと両方味わって内心でほくそ笑んでいるはずだ。え？誠は母さんの育て方のせいでかなり卑屈なやつだよ。普段はうまく隠しているけどね。あれを強制するのは無理だと思う。本人に変わる気があるなら別だけど。ユミさんが頑張ってもいいけど、そこまでユミさんの時間を使う価値が誠にあるかどうかだよ。それは、誠に愛情があるならあいつをなんとか母さんから引き離してほしい。俺には無理だから。それじゃあそろそろ切るよ。はい。そこまでの価値あるの？義兄に言われたことを私は何日も繰り返し考え、やがて一つの決断をした。ただいま。おかえり。さっき母さんから電話あったけど、ユミ今日母さん家に行ったんだって？うん、リフォームの資料を持って行ってあげたの。いろいろ相談に乗ってあげて、お母さんバスルームだけでなくキッチンもしたいって。母さん喜んでたよ。ありがとうユミ。私は相談に乗ってあげただけだよ。感謝されることなんて。ユミが背中を押してくれたし、早速次の休みにリフォーム会社に行こうと思うんだ。一緒に来るだろ？私が？母さんと3人で行こうよ。ごめん、私その時はここにいないから無理だわ。休日出勤ってこと？違うわよ、この家から出ていくってこと。は？何言ってんだ？はっきり言わないとわからない？離婚って意味なんだけど。離婚、うん、離婚ね、離婚。冗談だろ？冗談なんかじゃない、本気よ。え？いろいろ考えたけど価値ないなって。価値って？あんたと夫婦やっていくメリットないって意味よ。どうしたんだよユミ。どうもこうもない、私はあんたとお母さんの奴隷じゃないの。お母さんを贅沢させるために働いてんじゃないのよ。ロボット掃除機だの、50インチのテレビだの、空気清浄機だの、欲しいって言われてはいはいあげちゃうけど、うちはどんどん赤字になってるの、わかってる？でもユミの給料上がったんだろ？何かっていうと、私の給料が上がったって言うけど、月に100万稼いでるわけでもないし、普通よりちょっともらってる程度だって知ってるよね。支払いのために残業して足りない分は貯金を崩してんの。だいたいさ、親に何か買ってあげたいなら自分の収入から出しなさいよ。妻を当てにするんじゃないわよ。わかった、反省する。もうこれからは母さんに言われてもちゃんと断るから。だから離婚なんて言わないでくれ。いや、離婚はもう決定事項なんで。っていうか、今まで散々私に偉そうにしてたくせに、離婚って言った途端に急に弱気になるの何？いや、だって離婚まで考えてると思わなかったから。こないだリフォームの話した時もいずれ子供ができたらって言ってたし。あの時はまだ何とかしなきゃって思ってたから。でもいろいろ考えてふっと気づいたの。私ずっと誠に搾取されてないって。え？家事も基本私だし、生活費も私の方が収入あるって多めに支払ってる。なのにお母さんの無駄遣いのために残業までして、急にバカバカしくなっちゃった。やだ、離婚しない。さっき言ったよね、決定事項だって。離婚届にサインしないなら私にも考えがあるよ。考えってなんだよ。
そうね。まずは共通の友人に誠との結婚生活を暴露するわ。主にマザコン部分を中心にね。は？妻の稼ぎをママの無駄遣いに使って、さも自分が買ってあげたみたいにしてたとか、ママに甘えられておねだりされたら何でもいいよって言っちゃう僕ちゃんだったとか。そんなことしてないだろ。してるじゃない。今日だってウキウキでリフォームの話してきたし。うっ。あと私より収入が低いのを知って大声で罵ってきたことも言わなくちゃね。余計なこと言うな。名誉毀損だ。私は友達に夫婦の相談をするだけよ。というか名誉毀損って言うってことは自分の行動がやばいこと気づいてたんだ。うっ。共通の貯金は私がもらうから、ほぼ底をついてたけど引っ越し代にはなるだろうし。まさかもう出ていくのか。善は急げって言うでしょ。どこに行くんだよ。もっと話し合いをしような。今まで話し合いを拒んできたのはそっちでしょ。遅いのよ何もかも。あ、リフォーム代頑張ってね。お母さんの希望を叶えるなら500万くらいになりそうだから。は？お母さんノリノリだったな。500万ってそんなの払えるわけないだろ。それは直接お母さんに言ってちょうだい。きっとがっかりするでしょうね。うわ。離婚に関しては弁護士にお願いするつもり。連絡を待ってて。本当に俺たち終わりなのか。終わりっていうか終わってたんじゃない。誠はこれから大好きなママと一緒に住めてよかったね。それじゃさようなら。私はタクシーに乗って駅前のホテルに泊まった。誠から何件も着信やメッセージが来たが心は全く動かなかった。はぁ、すっきりした。その後弁護士さんにお願いしていたので誠に会うこともなく離婚の手続きは終わった。元旦那さんはご実家でお母様とお住まいのようですが、随分とやつれていましたよ。そうなんですか。由美さんに会いたいと何度も言ってこられましたが、きっぱりお断りしましたので。ありがとうございます。あれから誠は義母の希望通りに実家のリフォームを申し込んだそうだ。だが希望のランクよりも数段落ちたリフォームに義母は怒り、誠に冷たくなったという。それでも数百万の借金があるそうだから大変よね。あの浪費家のお母さんと一緒だと。私に会いたいっていうのもきっとお金目当てなんだろうな。こちらはもう完全に気持ちがないので二度と会う気はない。お母さんの厄介さに気づいてるでしょうに。でも逃げないんだから自業自得だわ。せいぜい母親にたかられて苦しめばいい。誠との結婚生活を思い出すとそんな風に思ってしまうのだった。